どうも、ゆるかきのゆるうだです。はい、どうも、ねろんやんしです。ということでね、はい、小室圭さんがね、はい、ニューヨーク州の司法試験に合格したということなんですけど。あ、そうですか。今結構タイムラインにはね、おめでとうじゃないですか。おめでたいんですけども、はい、小室圭さんの合格よりも、うん、M1 東京の追加合格の方が気になるっていうね、僕のタイムラインは湧いていて、はい、追加合格というのが2回戦で僕ら落ちてしまったんですけども、はい、大阪の人たちは発表されたんですよ、はいはいはい、で東京がまだ発表されてなくて、はい、このままないんじゃないかみたいな感じもあって、で追加なし、まあ、ここでも僕喋りましたけど、まあ、僕追加合格っていう制度があったとしても僕はあんま入んないんじゃないかなっていう、僕の手応え的にはね、はいはいはい、ちょっとなんですけれども、とはいえ、うん、気にはなってるというか、ね、次のね、はい、てか今この後もライブなんですけども、うん、その何に向けてネタをやるかっていうのがだいぶ変わってくるんでね、うん、はいはいはい、ちょっとそれ気にはなってるんですけども、あと、うん、ちょっと小室圭さんに戻すと、うん、他人の合否を結構大っぴらにしていいのかという、うん、ね、だいぶ追っかけてますね。いや、これだからニュースにするなって書いてる人が結構いるね。確かさ、そういうのが問題になってさ、うん、合否とかで問題になって、それであんまテレビで取り上げなくなったんでしょ、うん、名前とか通知しなくなったって。ただジャガー横田さんは息子さんの合否を積極的に発表しました、うん、YouTube で。ジャガー横田夫妻は、まあ、ファミリーチャンネルですから。なるほどね。あとアグネスちゃんね。アグネスちゃん、アグネスちゃんはね、どうやって子育てしたかっていうので、これすごい面白いツイッターで、うん、小室圭さんのね、ことを結構やっぱ、うん、未だにこう揶揄してる人多いんですけど、はいはい、小室圭が頑張ってる数年間、うん、タイムラインの皆様、人生の進捗ありましたかってものすごいおちょくってる人が、あ、そうだね、いらっしゃいまして、本当にそう思うよ。これは、まあ、まさにという本当にそう思う、ところなんですけども、最近ね、アッコにのいい加減にせんかっていうラジオがね、はい、あれ土曜だったかな、なんかやってるんだけど、あ、はい、あれゲストでタモリさんが出たということで、やっぱ思わず聞いてしまったんですけど、タモさんと、はい、タモさん多分ね、ほぼ全部出てる、最後の方まで、で、なんだっけな、マイルス・デイビスだったかな、なんかそのジャズトランペッターの話とかして、うん、あ、そうだね、その後にあのジャズの音楽が流れるみたいなおしゃれな放送をやってるんですけど、だってね、うん、まあだって空耳アをやってるぐらいですからね、アッコさんももう嬉しくて、うん、私タモちゃん大好きって言ってだってその耳アワーでさ、うん、はがきでさ、うん、なんとかのなんとかっていう時にさ、うん、これいけるかなとかって言っても すごいもんな、ああそうですか、聞いたことないよってそれで、うん、ちょっとびっくりしたんですけど、アッコさんとタモさんが、まあ、昔から共演がいっぱいあるんで、うん、そのまあ昔話を、はい、たくさんするんですよ、はい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 、びっくりしたんですけど、はい、途中でアッコさんナチュラルに、うん、あの時キャメラがねってキャメラって言ってた、まだ俺1キャメさん2キャメさん漫才でさ、ミスター社長こうネタにやってんじゃん、うん、でキャメラってもう和田アキ子も言ってねえからって俺突っ込んでたんだけど、うん、和田アキ子今もうキャメラって言ってたわ、ナチュラルなんですよ、あれモノマネされてんの知ってても言うのかね、いやだからもうウェルカムだよ、ね、ウェルカムだよというね、まあ、ぜひねラジコでモノマネ師にね、アッコさんが自分のアイデンティティを崩されることないと思う。いや、それはそうだね、うん、それはそうかもしれない。そうですよ、1週間ほどね、聞けますので、はい、ぜひね、聞いていただきたいなと、はい、思っております、はい、そしてね、これは皆さんちょっとショックかもしれないんですけれども、はい、みちょぱが結婚ということでお相手がですね、はい、大倉士門さん、モデルのいや、モデルおなじみ、いやいや、モデルでおなじみの、知らないでしょ、知ってます。今、俺シモン・マサトしか知らないよ。バカ野郎、泳げたい焼きくんの。シモン・マサトしか知らないよ。バカ野郎、泳げたい焼きくんの。シモン・マサトの情報もあんまねえんだよ。ねえだよ。シゲ生えてるでしょ。あと、悪魔城ドラキュラの、うん、確かベルナルド家の中にシモンがいる。シモン・ベルナルドがいたんですね。俺さ、俺、お前も絶対知らないと思うんだけど、俺、みちょぱと喋ったことあるよ。そうだよ。俺、ってかこう、そういうのさ、もう、全部身すっからかんにして身切ってるからさ、うん、何でも喋ってんじゃん、うん、俺まだ喋ってねえことあんだと思って、俺みちょぱと喋ったことあんの、俺石橋貴明プレミアムって一人で行ったじゃん番組、あの格闘芸人で、その時にガリチューの福島さんが圧倒的に優勝すんだよ、うん、まだ柔術やる前、うん、あの元大相撲のマービンジュニアとかを瞬殺で投げ飛ばしてで、K-1 のマサトとかを腕相撲で瞬殺するっていう、うん、あの怖い放送があったんだけど、その時にホラーじゃないですか、司会がね、タカさん、みちょぱ、おぎやはぎさんだったね、確か、ああ、はいはい、で、俺がなんか大日本プロレスの人にボディスラムされて何発耐えれるかっていうボーナストラック撮影があったの、ね、ああ、はいはいはい、一つみたいなね、リング上がった時にそのマックボーンの服をみんな着ていくのね、はい、うん、マレス兄弟さんはマレスタイツとか、うんうん、で俺ね、柔術着着てったのよ、うん、柔術やってるってことで呼んでもらったから、ああ、はいはいはい、そしたら、そっか、そう、わかんないか、で、みちょぱさんが、でも
でもあの人あの柔道着着てるから柔道の経験あるんじゃないですかって言うから、うん、あすいません柔術着ですブラジリアン柔術っていう、うん、すごいあの何の反応も起きない会話した俺みちょぱと喋ってるでみちょぱをみちょぱ様の言葉をね聞けたわけです。タカさんが昔の皆さんのおかげの水木ありさみたいな扱いをするんだよ確か。あらなかなかハードじゃないそんな感じじゃんみちょぱってハードじゃないハードにうーみたいな、うん、で、はいはいはい、その石橋貴明プレミアムも2018だから4年前だけど、うん、その時にあのクロちゃんさんが、うん、なんかゲストというかモンスターゲストみたいなのいて、うん、でなんかどういうくだりか忘れたけど、うん、なんかみちょぱの膝をすごい舐めようとするみたいな膝を舐めるのが大好きみたいなでそれをみんなに止められるみたいな、はい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 、もうそれが毎回すげえ盛り上がるのね、うん、みちょぱの膝を舐めに行ってみちょぱが逃げて悲鳴を上げてでみんなが止めるみたいな、うん、で2回目か3回目のその下りの時に、うん、みちょぱーっつって舐めようとして、うん、で結構取れなかった後に、うん、あのカメラマンの人が、うん、はいオッケークロちゃんいいよクロちゃんもういいよもういいもういいもういいとか言った時に、うん、クロちゃんさんがはいありがとうございますとか言って戻るっていうあのおあのねタカさんのスタッフハードコアなんとクロちゃんさんの自己プロデュース力と恐るべき一番自己プロデュース力あるって誰だか言ってましたよねしかも、はい、そうそうしかもそのスタッフさんそのあ南川さんが言ったんだそうか、うん、そのハードコアなさ絡みがあるわけじゃんスタッフさんの、はい、でよりハードコアだなと思ったそのスタッフさん最初に、うん俺挨拶行ったのよ、はい、一人でさやっぱ怖いというか、まあ、知り合いいたんだけど、はい、トム・ブラウンとかもいたし、はい、知り合いもいて喋れる人もいたんだけど、うん、って言ってもコンビじゃないからさでとその時マネージャーさんも来てくれたけど外で待ってるみたいな新木場ファーストリーグで俺も何で呼ばれてるかよく分かってないわけ、まあ、とにかく格闘経験者が濃いと そんなに台本も超固まった台本じゃなかったの届いたのは、うんうん、で俺がリングとで戦うのかどうかもよく分かってなかったわけあはい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 、そしたらどうやらガヤで道着を着て、待機してるっていうやつだっていうことが分かって、うん、なるほどでその時にもうバイキング形式だね向こうからすると、まあ、今ここで欲しいものはというか、まあ、固まってたんだろうけど、まあ、ギリギリまで会議を積んでたから多分そういう感じになったんだろうね、でやっぱマネージャーに聞いても、まあ、うちのマネージャーもそんなにその当時のマネージャーそんなに把握してなかったからあ自分がしっかりしなきゃと思って聞きに、うん、あすいません今日来ましたっつってあのイルカミの上田と申します始めましたっつってで自分はちょっとすいませんあんま分かってなくて一応道着持ってきましたが服どうしましょうみたいな、うん、そしたらやっぱあんま決まってなかったんだね、うん、あどうしようかなってなったんだけど、うん、すごい丁寧だったのなんか、うん、あ始めましたよろしくお願いしますまあじゃあ一応じゃあ来ておいてもらっていいですかみたいな、うんうん、その人がその後に、うん、はいクロちゃんいいよいいよクロちゃんっていうそう決まってんね怖かったバッチリもう動き出したらもうすごいね、うん、すごかった動き出したらもうはいはいもう足もういいよそんでなんかあの勝ち上がってくのよいろんな芸人が鈴木拓さんとかも出てて、うん、で勝ち上がってくとトーナメントが進んでいくわけね、うん、で雷たくみくんとかもいたかなあのバックボーンバスケみたいなで何でもいいんじゃねえかいろいろあったんだけど何でもいいんじゃねえかすごいよたくみ対鈴木拓だったよ確かたったったと思うんだけどタクタク鈴木拓が三角締め下から仕掛けたのを、うん匠が場外にシュートして終わったのよで、匠勝ったんじゃないか、確か匠がそのままそのままダンクをダンクをダンクを決めてそうとかあと、南川対鈴木拓だったのかな南川が鈴木拓の締め技を耐えに耐えて失神するみたいなそういう面白いやつがまだ見れるのかなアベマプレミアムちょっと見てほしいんだけど、はいあれ誰かともやってたよね南川さんか南川さんはいっぱい出てるだってブレイキングダウン自分で出てさ、うん、柴田アートもやってるしあそうだそ そう柴田アートやってんだ実際にいろいろ戦ったりとかしてるよ ねだその時にみちょぱさんと喋った俺いやもうすげえ喋ったあのみちょぱとの話がね5秒もないじゃん5秒もないじゃないいやでも喋ってたと思って話したことあるってことびっくりしたねあじゃあそれでごめん言おうとしたのはトーナメント進んでいくじゃんでもうカメラ止まってんだけど、うんでスタッフさんとかで会議があってその誰を組み合わせたら盛り上がるかみたいなああはいはいやっぱすげえのが、うん、はい一回食べますってタカさんタカさんっつってタカさんをその裏のホワイトボードのとこ連れてって、うん、タカさんがこうやってカード組んでるこことここすごくないこことここだよだからよく企画石橋高い人が出てるじゃん、うん、木梨で降りたけど、うん、あれ本当だよ本当だよ俺
感動したもん。すごいね、これどこだろう。統括本部長なんだ。いや本当にそうです。石橋統括本部長。石橋統括本部長っていうのがあったと。で、まあ謝んなきゃいけないのは、大倉士門さんはね、喋ったことない。ごめん。実は。実はね、まさにそうでしょう。もう一人、今日結婚発表したティモンディ高岸さんは喋ったことあります。あ、そうだそうだ。喋ったことあるんですよ。一回だけライブで奇跡的に一緒なんでね。あれ、野球、え、野球の野球の人。野球の人だよね。あの人は普通にまだ野球とかさ、売れる前だよね。もう売れ出す勢いの時だけど、ティモンディさんと、いっぱいいるライブで一緒になったよね。新宿でなったね。何回かなってるかな。あ、何回かなってるのか。何回かなってなったら、あとはオレンジのスーツは結構覚えてる。あ、もうその時そうだった。うん、そうだった。いや俺衝撃だったもんね、最初あの絡んだ時、渡辺陽一以来のあのゆっくりな喋り方っていうか、だから芸能人野球チームみたいなやつで、150ぐらい投げるって言って、すげえ速いの投げるって聞いてたから、そう聞いたんだよ。いや、どんぐらいすごいのって話してたのは覚えてる。だからそれを喋って何年後かにもうどっか独立リーグ入っちゃってね。だからもうタカさんって言ったら高岸さんになっちゃうかもしれない、これからは。野球のタカさん、ただあまりにも打たれてもニコニコしちゃってるから、逆にそのファンからすると複雑っていうのは書かれてた。そうで、試合の時、試合の時にああキャラを崩してないわけだ。褒めちゃうのよ。あ、わ、今の打たれちゃった、すげーってナイスバッティング。最初のうちはいいんだけど、打たれ続けていくとやってるとちょっとファンからすると怒ってる人に、はいはい、なるほどなるほど。ツイッター上でおりました。そこはですね、しっかりあの高岸さんがどういう契約をしたかを見てください。ちゃんとそのキャラをやるっていうのはあると思いますよ。キャラだ。自然体でいいですよ。それはだってそんな普通にやってさ、普通にいやーってグラブ叩きつけたら、お前普通に選手で来たんかみたいなさ。そうなんだけど、そうなんだけど、そうではないじゃん。じゃないんだよ。そこ攻めちゃダメなんだよ。卓球芸人っていうさ、はい、イベントがあってさ、何年か前に、はいはい、で俺卓球やってたからさ、はい、それ出てさ、もう何の人か分かんない、格闘技も出てって、その時にさ、誰かがボケて、俺昔からの知り合いの芸人がやっぱボケんのむずいわけよ、卓球をやるから、試合を、はい、で、むずいよね、誰かがボケた時に、おーし、おかしいよ、おかしいよみたいな、みんなで行くみたいなのをやってる人に、俺すっごい注意したの、お前今日あれしかやってねえだろって、もう目立てよって言って、全然事務所も違うんだけど、昔からの知り合いでそういう、で、高岸さんは多分そういうことを言う余地がないんだよ、その打たれても褒めちゃうっていうのはこれそこでしょ。チームのモチベーションどうなんだろうなって思う時あるな。まあでもそこだよな、求められてるのかな。でもまあまあまあ、人をどんだけ呼べるか、で実力もあるんでしょ。そうだよね。だって南川さんがじゃあもし芸人格闘技出てさ、もし急にさ、そのスキル発揮してただ相手をボコボコにしたらもうダメなわけじゃないですか。お前何しに来たなるほど、ね、システマじゃねえのかみたいなことだもんね。というね、そういうこと、ことでございます。なんかね、あっこにいい加減にせんか、俺意外と結構聞いてて。いや、あなたの口からたびたび出ますよ。俺、前、思い出した。なんか、松竹の人がゲスト出てたのかな。はい。で、なんかシステマの話を新幹線でされたんやけど、私、歯磨き粉のことかと思って、何言うてんねん、思ったっていうのを、今思い出した。あるね、システマ。そうそう。ぜひね、タモさんゲストとかにぜひ皆さん聞いていただきたいですね。なるほど、ね。とにかく2人がね、昔話を。うわあと、タモさんが。気になるのはオールバックで話してるかどうかだよ。グラサンしてんじゃない、グラサンし、あれじゃない多分。そう多分ね。俺、世にも奇妙な物語の時にあの裏にいる脇役みたいな。いやいや、あんま分かんないぐらいの。そうそうそう、普通にメガネかけてさ。タモさんが、どうやって芸能界入ったかみたいな話を結構詳細に喋ってたよ。で、俺あんま知ってるの知らなかった、俺は。あの赤塚不二夫さんと仲良くなって。じゃあそもそもなんで出会ったとか。なんかお店かなんかで面白いやついるよって言ってだったっけな、なんか飲み屋かなんか。そうそうそう、まあまあそんな感じかな。そうだよね、うん、福岡の飲み屋だったかで面白いやつ結構ね、やっぱこんだけまだ俺知らないんだ、本人が方は珍しい。そうだね、詳細は知らないね。多分ウィキペディアとかで知ってるよ、みんなみんなタモさんで、タモさんが赤塚不二夫さんの弔辞読んだじゃん、私もあなたの作品の一部です。あれの意味がよく分かった。おー。聞いて、俺じゃあリンク貼っとくわ、これ概要欄で。概要欄で。いい加減2000回の。いや、リンク貼るんすか、いい加減。いいんですか、いい加減2000回を。いいでしょ、だって、宣伝。俺たまに貼ってますよ、元ネタこちらとか。いい加減2000回思いっきり貼ることあるあるある。たまに番組のとか。あれとか貼ったんですよ、オジンオズボンさん解散の YouTube 元ネタ元こちらとか貼ってると思いますよ、確か。YouTube は分かるけど。ね。はい、まあそんなとこでございます、はい。あ、そう、追加合格ね、いつ発表になるのか。あ、はい、
サムネも確実にそれにしますから。やだな、はい、この10時に配信してるわけでしょ。この間に出てたらちょっとね、うん、これすぐ配信するわ、夕方に。これも、うん、もうすぐします。そういったところでございます、はい、そういったところで、また来なさってください。お願いします。